便宜書あった、間違ってるし。おい木村、なんだこの稟議書は。おい木村か、今日の夜な。分かった、大黒さん。どうした。ああ、稟議書類がな、今朝確認したら間違ってやがって。休日も仕事の電話か。昨日はずっと外出で確認できなかった、仕方ない。おほほほ、そんなの今はスマホで外出先からサクッと終わらせるのが当たり前だぞ。仮に間違ってたら修正してほっぽちって終わりだ。はいはい、そりゃ便利だ。ああ、田中、おいおい、ああ分かった分かった。これほら、どうした木村。あ、稟議の訂正金額、ちょっと待って。あ、136万7500円だ。あ、それから今日の夕方会議にする、経理の吉田も呼んどいて。頼んだぞ。さっきのあたりどうした。もうとっくにバレたぞ。てかそういう話ならわざわざ会議しなくてもこういうチャットで済むんだ。昨日の外出中もチャットで解決できたと思うぞ。うちもメールよりチャット連絡の方が多くなったな。鈴木、遅れてるぞ。はいはい、今度はチャットね。そりゃ便利だ。佐藤、うん、そういや今日も帰り温泉行くよな。ああ、鈴木は無理だけど。もちろん。でこいつで一杯やろう。おう、鈴木は無理だけど。お前らは暇だよな。俺は直帰で仕事ですから。どうした木村。あ、今日の休日出勤で今月の残業がやばい。知るかそんなもん。おい、やばいって何時間超えるんだ。もう規則に引っかかるぞ。社員の勤務状況把握してないのか。ておりません。お前みたいな経営者だと社員は残業が増え、休日出勤も増える。スマホのアプリを使えば勤務状況が一目で把握できるんだ。いいか、無駄な勤務分の給料を払って負担が増えるのはお前なんだぞ。無駄な給料、それはまずいよ鈴木。今時スマホを使ってないと時代に取り残される。素早いコミュニケーションは社員のモチベーションをアップさせるんだ。もしスマホで社員と情報共有できていたら木村君の今日の休日出勤はない。さらに鈴木はもっと優雅にスリカでき音声も行けたんだ。不便不合理非効率は仕事も趣味にも適。あ、お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 、来た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 。お、どうじゃな。よいしょ、よいしょ。お、また秋だ。おー、やっと。おー、釣れた釣れた。でかいでかい。あ、これだろ、大きいな。いや、俺あ、ソフトバンクさん。はい、実は我が社の携帯をスマホに変えようかと思いまして。はい。お、鈴木、それ。うん、ついにうちもスマホにした。おお、なんか変わったか。うん、みんなの効率も上がってきたし残業も減ってきた。おお、二人のおかげだ。おお、おお、ちょっと待った、ちょっと待った、おお、しかも来た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